トリメニア科は、皮脂植物のアウストロバイレア木に属するトガの一つである。常緑性の木本であるトリメニア属の約8種のみを含む。ニューギニアからフィジー、オーストラリア東部などに分布する。常緑性の木本であり、直立または発る性。同管は、階段線香を持ち、繊維上仮同管が存在する。主管の色素体は S タイプ。 不死は一様まに弱と生。葉は耐性し、葉平を持ち、単葉で、前縁、または巨子を持ち、先天が存在する。葉脈はうじ気候は、平行型。精油細胞、粘液細胞を持つ。フラボノールやフラボンを持つ。花は小さく、放射相症、周酸果状を形成する。両性花、または尾花。可比片はに五十枚、理性。 螺旋状につい折り、学園と花びらの分化はない。おしべは625個、理性、螺旋状につき、花糸は細い。薬は外交から側向き、薬核が突出する。小胞子形成は連続型。花粉は無口粒、たみぞ粒。雌しべは普通1個、稀に2個、花中をかき、脂肪上位、調整わらざに1個の糖性胚種を持つ。 趣向は、両主非性、肺脳は伸長する。果実は、液化、種子を1個含む。主非は、遺憾束を含み、すべての細胞兵器が厚くなる。肺乳が多く、澱粉と脂質を含む。染色体数は 2n イコール18。花粉媒介には風及び昆虫が寄与すると、考えられている。オーストラリア東部、スラウェシ島、マルク諸島、ニューギニア島、ニューブリテン島。 ニューアイルランド島、ブーゲンビル島、ニューカレドニア、フィジー、サモア、マルキーズ諸島に分布する。得意な特徴を持つため、比較的古くから独立の都がに分類されていた。原始的な被植物の一群と考えられ、シン・エングラー体系などでは木蓮目に、クロンキスト体系などではクスの木目に分類されていた。また独立のトリメニア目に分類されることもあった。 やがて20世紀末以降の分子系統学的研究により、トリメニア科は、騎士植物の初期分岐群の一つであることが明らかとなり、またアウストロバイレア科やマツブサ科に近縁であることが示された。そのため、2020年現在では、トリメニア科、アウストロバイレア科、マツブサ科は、アウストロバイレアメとしてまとめられている。トリメニア科の特徴を持つ種子の化石が、 北海道の白亜紀アルビアン紀の地層から報告されている。トリメニア科にはトリメニアとピプターカリックスが認識されていたが、2020年現在では両者はトリメニアとしてまとめられている。またトリメニアには8種ほどが知られている。ありがとうございます。